これは中島春夫さんが入ってて一緒にこう見え切って、そうです、中島さんです、あの何かやんなさいよって言ったら一生懸命これやってね見せてくれたんですよね。もうみんなで笑っちゃったんですけどね。これはあのミニチュア、あの大阪城とかそういうのを作って町の何ですか、段ボールの紙で作った瓦なんですよ。で全部風吹くと全部屋根ごと全部飛んでっちゃうっていうね、その時に使った瓦を、ね、あの近所 あの主婦の方こうね大勢寄って読んでこう一枚一枚こう手でねみんな貼って作ったんですよ。主婦の方何人ぐらい、やはり 7,8 人いましたかね、置いていくのはね。なかなか大変です、これはもう1ヶ月ぐらいかかったんじゃないですかね。たくさんあの貼りましたからね。まあ、大阪城とかそういうものは大きいもの、民家で、あのお城は全部あの石膏で作ったんですよ。で、あの風で飛んだりするものとかそういうもの崩れていったりするときは全部紙でね、あのボルシュを潰して